青いユニフォームを着て日の丸を背負い戦う姿に憧れ、感動した人は多いのではないでしょうか。そんな日本サッカー界の代表選手に選出されるのは、プロの中でもほんの一握りの狭き門であることは言うまでもないでしょう。早いうちから期待され、天才や逸材と期待されたスター選手でも日本代表にたどり着けなかった選手は数多くいます。そこで今回は日本代表にたどり着けなかった天才たち6人を紹介します。この動画を見ることで代表選手に選ばれることがどれだけ厳しい道のりかがわかると思います。前田俊介、前俊の異名で知られた前田俊介。広島ユース時代には同期の森脇亮太や高萩洋次郎など後にトップチームに昇格するタレント選手とともに広島ユース黄金期を築きました。そんなタレント揃いのメンバーの中でも前田選手の存在は1つ、いや3つほど抜きん出ていました。野武士のような風貌とは裏腹に、プレーは爽快かつイマジネーションあふれるテクニックのオンパレードで見るものを魅了。早熟の天才や100年に1人の天才、数十年に1人の逸材と様々な異名がつけられました。2004年には背番号10番を背負い、チームをクラブユース選手権と高円宮杯の優勝に導くとともに、前年の J リーグユース選手権大会から3大会連続の得点王に輝き、クラブユース選手権では MVP も獲得し、まさに時の人として未来を有望とされていた選手でした。サンフレッチェユースからトップ昇格を果たし、大分トリニータ、FC 東京、コンサドーレ札幌、ガイナーレ鳥取、そして最後に沖縄 S ファウと様々なクラブを渡り歩きプレーしました。ボールを持った時のプレーは誰にも止められない素晴らしいプレーをする一方で、太り気味で体調管理に対する意識が低く、とにかく走らず守備への貢献度も低かったことから、一度も A 代表に招待されることはありませんでした。それでもズバ抜けたテクニックとサッカーセンスを持つ前田選手の覚醒を願って、前旬を諦めないという言葉がネット上で流行するほどサッカーファンから愛される存在であっただけに、一度は A 代表で見てみたかったところですね。矢野隼人、矢野選手は坊主頭をトレードマークに和製ロナウドの愛称で呼ばれた期待のストライカーでした。182センチの恵まれた体格とスピードを武器に、超高校級フォワードとしてその存在は世間から注目を集めました。帝京高校時代は元日本代表の田中達也らと共にプレー、2年時の全国大会で準優勝を経験し、3年時には日本サッカー協会強化指定選手に選ばれ、名門ヴェルディ川崎で試合に出場しました。高校卒業後もヴェルディに所属し、期待の若手としてメディアの注目を集めますが、プロの世界はそれほど甘くありませんでした。同じポジションを務める元日本代表の高木拓也や武田信弘の牙城を崩すことはできず、まさかの3年間無得点に終わります。その後も諦めず、出場機会を求めてヴァンフォーレ甲府にレンタル移籍しますが、そこでも無得点という結果に終わってしまいます。2002年にはついにヴェルディから戦力外通告を受け、ここで矢野選手は引退を決断しました。あるインタビューで矢野選手は、僕はオフザボールの駆け引きが全くできなかったんです。身体能力に頼りきりであるポジショニングや動き方が身についていない。プロに入ってからいかに自分がサッカーを知らなかったか思い知らされました。いい試合に出ようが出まいが、チームの一員であることを忘れないこと。特に出ていない時、腐っている時間なんて1秒もない。僕がそれを知ったのは引退してからしばらく経ってからでした、と当時を振り返りました。自身のサッカー選手としての経験を生かし、現在は愛知県のサッカークラブでジュニア世代の指導に尽力しています。玉野潤、1999年バルセロナで行われた育成年代のサッカー大会ナイキプレミアカップで東京ヴェルディジュニアユースの一員として選出された玉野選手。レアルマドリードジュニアユースと対戦時、相手選手たちを嘲笑うような華麗なドリブルを見せつけ、この大会での活躍によって目をつけられた玉野選手は、1999年15歳でリーガ・エスパニョーラのトップ3の一角アトレティコ・マドリードの下部組織に入団しました。玉野選手は入団の1年目から攻撃を中心としてプレーし、
8得点11アシストの活躍、欧州最高のストライカーの一人となったフェルナンド・トーレスとツートップを組んだ試合もあったほどです。しかし将来を期待された玉野選手でしたが、外国人枠の問題で日本人である玉野選手がプレーすることは許されず、ユースからトップに昇格することができませんでした。日本に帰国後、2002年からは東京ヴェルディでプレーしたものの、レギュラーメンバーに入ることはできず、その後徳島ボルティス、横浜 FC、ザスパ草津群馬でプレーしましたが、安定的なレギュラーポジションの獲得がかなわないまま2009年に現役を引退。その後アルビレックス新潟のゼネラルマネージャーを務め、スペインからアルベルト監督を招待するなど、スペインでの経験を引退後も生かして活躍しています。伊藤翔、若干15歳から各年代の代表に選出されるなど頭角を現していた伊藤選手、2006年にイングランドアーセナル FC のトライアルテストを受け、当時のアーセン・ベンゲル監督はしなやかな動きと圧倒的な決定力でいとも簡単にゴールを決めてしまう伊藤選手のプレーから、ティエリ・アンリを彷彿とさせるとお墨付きをもらったことで和製アンリなる称号がつけられ、一気に日本のメディアに取り上げられるようになりました。この伊藤選手の活躍に A 代表に呼ばれるのも時間の問題と大々的に取り上げ注目を集めます。同年11月にはU19 アジア大会のメンバーに選ばれるも無得点に終わり、1ヶ月後に開催された高校サッカー選手権でも特例で設けられたスーパーシードで予選を突破しましたが、結果は2回戦敗退で伊藤選手自身も無得点で大会を去ることになります。高校卒業後は国内ではなくフランス2部リーグのグルノーブルフット38に移籍。18歳で加入した伊藤選手は周囲の期待とは裏腹に出場機会はほとんど与えられず、わずか3年で日本に帰国することに。その後は清水エスパルス、横浜 F マリノス、鹿島アントラーズと J リーグの名門を渡り歩きましたが、右膝の故障などで出場機会が減っていました。鹿島アントラーズへの移籍当初6試合で7得点を決める好成績を残すも、シーズン途中から控えに回ることが増え、結局和製アンリは一度も日本代表に招集されることはありませんでした。33歳となった現在は J3 の松本山雅 FC で現役でプレーを続けています。若い頃の周囲の期待が高すぎるからこそプレッシャーに敗れてしまったのかもしれませんね。これからは日本での伊藤選手の活躍に期待しましょう。財前信行、財前選手は卓越したサッカーセンスを武器に頭角を現し、中田英寿、宮本恒康、松田直樹、戸田和幸と後にワールドカップに出場するメンバー4人がいたU17日本代表においても絶対的な存在となっていました。その才能はあの中田選手も認めるほど。後に中田選手は自身の代名詞となるスルーパスの出し方を財前選手を見て学んだと口述しています。さらに当時のU17日本代表のコーチを務めていた尾身幸隆も、全てのプレーは財をモデルに他の選手に教えていたと評価するほど。95年にヴェルディのトップチームに昇格した財前選手はすぐにイタリアの名門ラツィオのプリマベーラに留学。留学後ヴェルディに戻るも、練習中に左膝前十字靭帯を断裂、全治1年と診断されることに。焦りから復帰を急ぎ、半年後にスペイン一部のログロニスに移籍しチームに合流。ところが試合に出場することもなく、再び左膝前十字靭帯を断裂し早期退団を余儀なくされました。完全復帰まで1年をかけ、ヴェルディ川崎にて公式戦初出場を果たします。その後はクロアチア一部リーグのリエカを経て、1999年にベガルタ仙台に入団しました。ここではクラブの中心選手として存在感を発揮。2001年には J2 最終戦の試合終了直前、チームを初の J1 昇格に導く決勝ゴールを挙げました。その後もモンテディオ山形とタイのチームを2つ渡って現役生活を終えています。現在は最も現役時代で活躍したベガルタ仙台の本拠地仙台市で財前信行サッカースクールを運営しています。石塚圭司、石塚選手が世間の注目を集めたのが1992年の
全国高校サッカー選手権決勝、京都代表の山城高校 VS 長崎県代表の国見高校の一戦でした。山城高校に所属していた石塚選手は後半から投入されると国見高校を翻弄し、石塚選手がボールを持つたびにスタンドは揺れ、その華麗なボールタッチ一つ一つに大歓声が上がりました。結果は準優勝だったものの、石塚選手は MVP 級の活躍を見せつけました。184センチという恵まれた体格ながらスピードとテクニックを持ち合わせていたことから、元オランダのフリットに似ていたため和製フリットと呼ばれました。さらに石塚選手は高校時代から金髪のドレッドヘアにピアス、ミサンガだらけの手には指輪までしており、一般的なスポーツマンとは程遠い格好から多くの人に衝撃を与えました。超高校級との呼び声高く、将来はプロでの活躍や日本代表入りを期待された石塚選手は高校卒業後、鳴り物入りでヴェルディ川崎に入団。僕を使ったら勝てるんでよろしくお願いしますとインタビューで発言し、そのビッグマウスぶりも超高校級でした。プレー以外で目立つこともしばしばあり、ピッチ外でもそのテクニックを用いて遊びに力を入れていたと供述しています。その後移籍を繰り返すも高校時代のような活躍はできずに、2003年に現役を引退。2014年6月8日バルセロナに自身のうどん屋を開店しています。ファンとしてはサッカー選手としてバルセロナでの活躍を見てみたかったですね。どうだったでしょうか。今回紹介した選手のような若い頃にメディアを沸かせた天才と称される選手が日本代表にたどり着けない一方で、無名の選手が日本代表になり上がるのは本人の問題ももちろんあるのでしょうが、育成環境や代表監督との相性もあるような気がします。ファンとしては一度彼らが日本代表として活躍している姿を見てみたかったですね。皆さんの感想やリクエストも募集していますので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた。